アマゾンプライムで「青春と戦争」というね映画でしたけどもたまたま見つけてね見てみたんですよえ主演は工藤祐希さんって言ってね最近では全然聞くことがなくなっちゃったんですけども私が中学高校時代は、まあ、割とね有名なアイドルさんだったですで今までね工藤祐希さんの演技見たことなかったんですけども、まあ、非常にねこの役柄にはまってましたね今回は一人二役ということで、まあ、高校生時代の現代の工藤祐希さん ね、とあとはあのー、東京大空襲時代の、まあ、お母さんとしての役ですかねおばあちゃんとしての役かなをその若い頃を演じていたんですけどもどちらもね真に迫ってこんなにねあの女優として高いレベルの人だったんだなっていうのは、ね、初めて知りましたねで映画の内容っていうのが東京大空襲で、えーまあ、非常にね深い傷を負ったあ当時少年たる工藤裕樹さんのお父さんとのまあ 格質葛藤を描いていたんですけども、戦争体験を聞く中で、まあ、お父さんのね。当時少年だった頃のまあ、痛みとか苦しみとか悩みとかっていうのが、まあ、1本の近くにある電信柱に込められているっていうところがまあ、全ての物語の核になってるんですよね。まあ、ここまで話しても何のことかわからないと思いますけども、これね。実際にちょっと見ていただきたいと思います。え、その電信柱をまあ、中心に物語が進んでいくんですけども。あの？ 当時ね東京大空襲の時に工藤裕樹さん演じるそのおばあちゃんが恵子ちゃんっていうちっちゃいねあのまだ2歳3歳、まあ、1歳か2歳ですかね子供を背負っていながら空襲の中を逃げていたんですけども、うん、幕府の中でで、まあ、き別れになってしまうんですよでほとんど生存の可能性がないと考えられていて30年40年と時を過ごして、うん、いたんですけどもふとしたことからですね もしかしたら足取りが分かったかもしれないっていうことが分かるのが物語のの後半の方なんですよ、うんまあ、そっからちょっとね、えー、話はここまでにしたいと思いますけども振り返ってみると私が小学生の頃に、うん、なんか「あの人は今」みたいな番組があってねで戦争で生き別れになった人が、まあ、中年以降になって、まあ、少ない情報を頼りにテレビ局が引き合わせるみたいなね、えー、そんなストーリーだったんですよね。 でそのまま物語の中で物語っていうかねそのテレビの番組の中ではいろんな過去の思い出を語るゲストがいてそのゲストがどうしても「会いたいんです」っていう人が「今日は来てるでしょうか」みたいな感じで最後幕が開かるんですけども幕がバーッと開いてで幼い頃に生き別れた身内と再会して「よかったよかった」ってなるかバーッと幕が開くんだけど誰もいなくって番組で探したんですけども。 確認でできませんでしたみたいな感じでちょっとね、えー、がっかりした感じで終わるのかっていうところがありましたけどもまあ戦後80年近く経ってそういう番組ももうなくなってしまってですねで今はもう戦争が本当にこの国であったんだろうか東京というその町で焼け野原になるような東京大空襲があったんだろうかとなかなかにわかには信じがたいようなそんな日々になりましたけどね今ロシアウウクライナ特にマリリポリってところで 当時の東京大空襲と同じような都市の8割以上がもう焼け野原になって草木一本残ってないみたいなね状態になってしまって、うん、今後の復興がね日本という国がもしかしたら大きな鍵を握ってるんじゃないかなというふうに私も感じますしそのウクライナのゼレンスキー大統領も今後の復興には日本の力が必要なんだというふうにね言ってくださったところでそのウクライナと。 日本というのは今まで非常に関わりの少なかったように見える2つの国だったんですけどももしかしたらこれを機会にですね強いいい絆が生ままれれるかもしれないなとと思うところでございます、まあ、ちなみに今回仲裁に働いているトルコっていう国ですけどもトルコっていう国もね私たちが意識する以上に日本に非常に強い思い入れがあるみたいであのまあ民族みんなでね日本に感謝してくれて,て小学校の教科書に 実はトルコの人たちが日本人に救われたんだよって話がいまだに語り継がれてるみたいですね是非、はい、ね、えー、戦争と青春見ていただきたいなと思いますんで今回お話しさせていただきましたそれでは失礼します